近い道、駅に着いてすぐ足を止めた。動くことない踏切の先には、人だかりとサイレンを忘れた車。その場所から動くことをやめた人を包んだシート、理由なんてわからないけれど、僕はなぜだか悔しくて涙したんだ。人はみんなそれぞれの形や場所で踏ん張ってた、頑張ってた、何かのために。おはよう、おやすみ、ありがとう、ごめんね、愛してる。生きることって辛いよね、でもその分幸せもあるでしょう。昨日まで元気に話していた人が急に目の前からいなくなった。体が急に操縦不能になって、その瞬間からその人の時間は止まったと聞いたんだ。生きたいのに生きられない、そんな人だっているのに。命は自分だけのもの、違うと思うんだ。家族だって友達だってあなたの一部でしょう。人はみんなそれぞれの形や場所で踏ん張ってた、頑張ってた、何かのために。おはよう、おやすみ、ありがとう、ごめんね、愛してる。何がない、耳の中にたくさんの幸せが詰まっている。もっと大きな幸せがある。例えば久しぶりに初恋の人に会うことも、散歩の途中100円見つけたことも。人はみんなそれぞれの形や場所で踏ん張ってんだ、頑張ってんだ、何かのために。おはよう、ごめんね、愛してる。生きてるってそれだけで幸せでしょ。明日はいいことあるよ。始まりました、ゆうきのワクワククッキング第4回目です。はい、やってまいりました。はい、京平さん。はい、やってきましたよ。やってまいりましたよ。はい、今回ですね、2013年に入りましたよ。はい、2013年に入りまして、まあね、お正月超えたばっか。うんね、家に余ってるお餅はありませんか？ね、2、3袋あるね。2、3袋いっぱい入ったやつがね。まあ、あのこう積むお餅、なんていうの、何お餅、鏡餅、鏡餅とかもね、あのちょっと食べきれなかったわとかっていう、ね、方とかもいらっしゃると思うんですけど、うん、ね、もう、はい、そういうね、お餅を、ね、解消していこうという、はい、はい、今回企画になっております。まあ、雑煮とかね、食べると思うんですけど、まあね、今回の雑煮にね、多分ね、お正月いっぱい食べて飽きてると思うんで、洋風雑煮を作っていこうかなと思います。はいはい、はい、じゃあサクサクやっていきますよ。まずはですね、フライパンで玉ねぎを炒めます。オリーブオイルで、洋風なんで。
ょっと油温まりましたら、玉ねぎになっていきますけど、今避けたんでしょ、怖いね、避けたんでしょ、玉ねぎがしんなり茶色になるぐらいの鍋になっていきます。きつね色になるぐらい熱いの。お雑煮に玉ねぎって入ったからなんですね。入ってないと思うんですけど、あれなんだよね、あの洋風雑煮だから、洋風雑煮、洋風雑煮だからね、あのやっぱりもうちょっと違ったものをね、もうやりたいじゃないですか。ちなみにきょうちゃんはお家で結構料理変えるんですか？そうですね、やりますよ、すごいやりますよ。あの前回ね、トムフライパン会社あんまりできないよっていうね、話をねしてたんですけど、普通の授業ちゃんできる？できますよ。お、余裕でできますよ。見せてもらっちゃっていいですか？いいんすか？見せてもらっちゃっていいですか？奪っちゃいますよ、お株を。いいですよ。私でいいんじゃない？多分これで。前ともさんどんな感じでしたっけ？いろいろ釣ってましたっけ？そうだ、上手だね。一応作ってますからね。うん、ちょっとこぼれてるの知らなかったの？えらいこぼれてるね。あのごめん、それどうするんだろう。フライパン会社調子乗っちゃダメだ、落ち着いてやんなきゃ。じゃあ落ち着いてともくんのフライパン会社やってもらおう。うん、自分だ。あ、そうか、フライパン返し見せて。なんで今ね、ひとちゃんからやっちゃったんだよね。返しちゃっていいの？こう、やったら戻す。おー、来た！へぇー、いいね。ほな、もうあれだからね、玉ねぎがフライパンの上でこういう感じだったからね、ダンスにしてた。あれ大事だった。あれ助走をつけて、助走をつけての、そう、一発一発で。なるほどね、超汗かいて俺今。はい、こんな感じにきつね色になってます。ちょっとやりすぎたぐらいだね、俺がやったぶんで。玉ねぎを鍋に入れます。で、ここに入れましょう。水を投入しちゃってください。水、はい、投入します。もう一杯入れちゃおう。もう一杯ぐらい入れちゃおう。お前、大っちゃくなやったな。あの、ちゃんと一杯まで最初の2杯は入ってたのに、一杯にはしなかったんだね。こぼしちゃうと大変かなと思って、共演みたいなことになっちゃった。なるほどね。だんだん。で、ここに野菜を投入します。はい、大根。お、大根これ全部入れると多いかな、多い気がするけど入れちゃい。お、はい、人参。人参結構多いんじゃない？これ人参は多いね。人参はこれぐらいにしとこうか。そうだよね。これが入りました。入りましたの、こっから味付けでしょ。はい、コンソメ。コンソメね。コンソメ入れます。固形コンソメ入れます。俺が見た感じだと3つか4つ。まあ、あれです、 500cc に対して1個です。あー、だからちょっと濃いめに入れました。なんだ、じゃあな、俺がさっき1カップ削ったもんで、ちょっと分量がジェジェになっちゃったね。そうだね、いいか。まあいいから、塩入れました。結構適当にザクッと入れました。ザクッと入れないと。そしたらここから煮込んでいきます。はい、ちょっとね、立ちまして、いい感じに野菜も柔らかくなりましたよ。こんな感じです。はい、まあ洋風雑煮ということでね、あのお餅なんですけど、僕は煮るより焼く方がお餅で美味しいと思うので、今日は焼いてみました。はい、お餅うわーついちゃったね。開けちゃいます。
はい、ここにね、お好みでブラックペッパーをかけまして、バジルもかけまして、さらに粉チーズです。はい、ゆうき特製洋風雑煮の完成です。はい、料理出来上がりました。今日は洋風ゾーン2ということでやりましたが、はい、皆さんお正月で普通の雑煮に飽きてませんか？飽きてます。まあ、イメージ的にはポトフの中に餅を入れてちょっとふりかけていったみたいな。言っちゃったっていう、それ、まああれだよね。いや、俺もそう思ってた。みんな分かってるけど、まあでも、やっぱりいつもと違って美味しいから、はい、まあ食べてもらえたら、いただいちゃってください。合うね、餅とでしょ。めちゃくちゃ合うね。合うんです。これ餅ね、もっとあれ焦げててもありだと思う。そう、あの焦げなかった、今日はね。あ、いろいろあって餅とソーセージ、うまいと思います。餅ソーセージ、はい、ね、もうなんだって美味しいね。ありがとうございます。はい、ゆきのワクワククッキング、僕がね、ブログで料理とかを載せることから、僕はね、ちゃんと料理をしてるんだぞということをメンバーにね、思い知らせてやろうというね、企画になっております。第4回目無事終了いたしました。今日も美味しかったということでよろしいですか？はい、はい、はい、今日も大成功です。はい、本日も静岡県浜松市ショールームリブラインよりお送りいたしました。またね、バイバイ。バイバイ。バイバイ。はい、今回も始まりました、山本智和のやりたい放題。今回のテーマはお手相撲ということで、こちら高知県高田にあります、土佐荒腕一家という道場にお邪魔しております。こちら、高知県の、理事をやっております、山本明生さんよろしくお願いします。そして今回、ゲストとしまして、川村美香さん、こちらの方、2003年度、カナダで行われました、世界選手権アームレスリングの世界選手権2位ということで、よろしくお願いします。はい、3枚握手。ちょっと男の意地というのを見せて、見せてやりますので、ちょっとセンター握手します。もう少しください。この位置でリストを握手します。はい、ここでいいです。はい、そうガッガッえ、先ほどちょっとあまりにもこれじゃ勝負にならないので、ちょっとハンデをつけさせていただきます。今度ですね、川村美香さんの方に、このリスト、の方を持っていただいて勝負するという、これかなりのハンデですよね。そうですね、かなりのハンデになりますね。わかりました。ちょっとこちらの方で今度勝負してみたいので、どうかどうかご覧くださいませ。この人でいきます。はい、ストガッガッガッはい、ということで今2本終わりましたけれども、まあ、3本勝負で1回でも勝てば僕の勝ちということですけれどもですね、勝てると思ってた僕が甘かったです。どういったらですね、僕河村さんにいい勝負できるというか、どうしても勝ちたいんですけれども、どうしたら一番いいですかね。そうですね、もう最後の手段として、両手しかないですね。両手、はい、ストゴー、やったー、やったー。
力がすごい速いです。もうあのね、あの力を使う暇がないということで、ま、どうも皆さんありがとうございました。僕が本当100年早かったです。ありがとうございました。ですね、この後僕いつも通り罰ゲームになってしまいますけれどもですね、今回はあの心よく罰ゲームを受けたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ですね、まあ、滝ということですけれども、ここから飛び込みたいと思います。今から飛びますのでご覧くださいませ。行きますのでちょっと待ってください。すいません、行きます。これ、いきなり入って投資とかしないですかね。大丈夫ですかね。気温がかなり低いです。で、行きますよ。それではバスゲーム行きます。せーの、すいません、これ一回止めてもらっていいですかね。これ無理です、これも確かめ
今